ゴールキーパー松原、スリーバック右から行徳、大野、杉井、ダブルボランチ臼井と西村、ウィングバック右近藤、左安藤、ツーシャドウ山中と三田、ワントップ新です。ゴールキーパー丸久美と、4バック右から下川、生駒、鈴木、飯田、アンカーに堀内、インサイドハーフ右に上垣、左に中島、ウィングは右国武、左岡田裕樹、ワントップ松本健二さんがです。タイミングをずらして薄いです。中央ヘディング行徳も合わせていきました。再開です。すかさずシュート、山中レオ丸首とキャッチです。すかさずシュートを狙っていきました山中レオです。岡田チームトップ8ゴールです。松本健一さんがタイトルの安は大野です。おルーズになったボール、シュートに剥がしてシュートに行きます。決まりました、奈良です。岡田が決めました、シュート。長野の松原を剥がした後シュートまで持っていきました。岡田が受けた後引っかかったボール、マイボールキープしながら少しシュートを打つと見せかけたところ、松原剥がして得点を決めました。ここでの突破、岡田勇気が今シーズン9ゴール目、これが先制点です。西村、ここでボールダッシュ持ち運んでいます国武です。外には松本、そして右には岡田がいます。松本健太がボックス内踏み込んだシュート、ここは松原足を伸ばしていきました。ファーにも選手がいました、奪いました。西村から小西、中央近藤隆キープできるかといったところ、入れ替わります。前を向きます、近藤スピードアップ、クロスを入れていきます。リフレクションあったところ、三打下げます。安藤からグランダー、杉ワンタッチ、西村突破を図っていきます。倒れます、シュートに行く、小西ひなた、長野同点に追いつきました。前半アクシデントで交代となりました、新に代わって入った小西の得点です。左サイドパスをつなぐ中でした。奈良の選手人数揃っていたんですが、そのディフェンスの間をこのシュート、縫うようなシュートでした。堀内から中央です、中島、岡田この位置で受けてミドルで狙っていく、松原キャッチです。距離はありましたが岡田のこの位置からのシュートで、対角に振ったボール飯田の読みでした。奈良ボール、すかさず奪いに行く長野、奈良が持つ、さあスルーパス抜け出した、足を合わせていきますが松原です。国武のシュート、抜け出した国武、キーパー1対1、奈良のセットプレーが続きます。鈴木大成ミドルで狙っていく、枠は捉えられませんでしたが、下川ワンタッチ、岡田横に刺していく、田村のシュート、代わって入った田村ミドルシュートを狙っていきました。つないだ小西の右足、行徳ミドルでいった、行徳へ、これが J デビュー戦、利き足は右の行徳、左足でこのシュートです。なかなか出しどころがないところ、小西につなぐ、小西からのクロス、津波がヘディングで跳ね返します。ここで試合終了の長い笛です。
長野と奈良の一戦は1対1のドロー決着になりました。長野は今節積み上げたのは勝ち点1、ホーム3連戦の最後勝利で締めくくることはできませんでした。一方奈良、2ヶ月ぶりの勝利とはなりませんでしたが、勝ち点は2試合連続で積み上げました。今節はアウェーで勝ち点1を積み上げています。